の皆さん、大変ご苦労様でございます。急な呼びかけにもかかわらず、このように大勢の皆様にご参集をいただいて、富倉公平の第一声の街頭演説ができましたことを、心から感謝を申し上げたいと思います。先ほど10時から栄町におきまして、出陣式をさせていただきました。2000人を超える多くの方々がご出席をいただいて、富倉頑張れ、公平頑張れということで、盛大な出陣式を挙行することができました。選挙戦、今日が初日であります。富倉公平は3月1日に出馬表明をして、2ヶ月足らずで多くの支持者の皆さんからお支持をいただけるようになりました。しかし、まだまだ現職は強いんです。何としても現職の市長に追いついて、1票でもいいから追い越さなければ勝利の女神は輝いてくれない。ですから皆さん、何としてもこの1週間富倉公平ということでお願いを申し上げたいと思います。我々新人の富倉公平はしっかりとした政策を掲げて今回戦っております。現職も元職も政策というものはほとんどないに等しい。ですから今回我々自民党、公明党が推薦をしているということはどういうことか。そして今日は大変お忙しいところ、西川前農水大臣、福田富一知事、高橋克典参議院議員、そして公明党の県連の幹事長、大勢の方々がこの街頭に来て、富倉頑張れという応援をしていただいております。県からのパイプ、国からのパイプ、現職はパイプがあります、あります。どこにあるんですか？皆さんこっちいるんですよ。現職は国と県とのパイプは全くありません。ですから国の予算、これは傾斜配分であります。西川前農水大臣が申されているように、予算というのは平等には来ないんです。基本的な予算はこれは誰がやったってきますけれど、その上の予算、この傾斜配分の予算をどうやって獲得をするか、これは国と県とのパイプがなければできないんですよ。この鹿沼市は栃木県の中でも最も遅れた町になってしまいました。ですから人口減少を何としても食い止めよう、そして福祉を、そして子育てをしっかりやるんだということで、7つのゼロという約束をして皆さんにお願いをしてまいりました。現職と元職を敵に回すということでありますから、大変厳しい戦いでありますけれども、我々には市民の良識という強い味方がついております。どうか皆さん、この市民の良識で選んでください。富倉公平は必ず皆様のために仕事ができる人間であります。富倉公平を皆さん7日間どうぞよろしくお願いをいたします。今日は大変ありがとうございました。ありがとうございました。それでは大会の人は、与党会長松井康弘がお願いいたします。
ございました。多くの皆様の応援をいただきながら第1回目の第一声の街頭演説会ご当地において開催をさせて